現地時間4月20日に開催された FA カップの準決勝で、マンチェスター・シティとチェルシーがウェンブリーで対戦した。立ち上がりから一進一退の攻防が続く中、チェルシーが最初にチャンスを迎える。7分、ボックス内でパーマーのパスを受けたジャクソンが左足で狙うも、GK オルテが2セーブされる。 一方のシティは14分、ペナルティエリア手前の右寄りでボールを受けたでブライネの絶妙なスルーパスに反応したフォデンが、GK ペトロビッチと1対1になる決定期を迎えるも、決められない。29分、チェルシーはカウンターからフェルナンデスのパスに抜け出したジャクソンにビッグチャンス。ゴールキーパーオールテガをかわすも、シュートを打ち切れなかった。 このままスコアレスで前半を終える。後半に入り49分、チェルシーはギャラガーのパスをもらったジャクソンが狙いすましたシュートを放つも、GK オールテガの攻守に阻まれる。さらにそのこぼれ球を拾ったパーマーのクロスに再びジャクソンが頭で合わせたが、決めきれなかった。シティは70分、左サイドを突破したドクの折り返しをアルバレスが落として、 最後はデブライネが右足で狙うも、枠を捉えられなかった。さらに84分、左サイドからのデブライネのクロスがこぼれたボールをベルナルドシウバが押し込んで先制点を奪った。このまま1対0で終了し、勝利したシティが2年連続のファイナル進出。決勝戦ではコベントリーとマンチェスターユナイテッドの勝者と相まみえる。